一役児の人となった元同僚の励ましを受けて、パリキップをつかむ。バスケットボール3人制の男女日本代表候補合宿が23日に都内で公開され、女子の中心選手として期待される高田静香、27イコールエネオス、が、キレのある動きを披露した。宇都宮市で5月3日に開幕するパリ五輪予選に向けて質を高めていくことが求められる合宿。 チームの基準を上げる段階に来ていると表情を引き締めた。写真、大谷夫人、マミコさん、総大出身の27歳は、スピードを生かしたドライブが最大の持ち味。5人制では今季、強豪エネオスでレギュラーとして活躍した。大学時代のチームメイトの田中マミコさんは今春、米大リーグの大谷翔平の結婚相手として話題を集めた。さすがマミコだなと思った。 お似合いだし、本当に嬉しかった。あとは想像以上の騒がれ具合でびっくりした。事前に連絡を受けていたかについてはまあ、まあ、ふふふ、と微笑んだ。大学時代のチームメイトとして、まみこさんとは継続的に連絡を取り合っている。田中さん、じゃなくて今は大谷さんか。彼女も三人制バスケに関わっていたので、理解も深い、と信頼を置く。 高田が自身の調子について不安を感じるときにも、気にしなくても大丈夫と優しく声をかけてくれるという。親友からの励ましや助言をパワーに変え、宇都宮でパリ行きの切符をつかみ取る。奥岡美希ひろ。この記事はいかがでしたか問題を報告。関連記事、写真、高田静香の元同僚、大谷翔平の妻、ま美子さん。写真、富士通時代の大谷ま美子さん。 写真東京生徳大高時代の大谷真美子さん、写真田中希実、レジェンド3人で笑顔ショット、写真大谷翔平の機内くつろぎタイム公開シートを複数使って寝そべる。